まあ、今後も美しい自然に彩られた旧古川庭園を区民とともに大切に守り誇りとしながら魅力あるまちづくりを進めてまいりたいと思います。娘に広域財団法人東京都公園協会のますますのご発展と本日ご参会の皆々様のご活躍ご健勝を心からご記念申し上げましてお祝いの言葉とさせていただきます。平成30年4月7日東京都市作所花子です。おめでとうございました。花川様、誠にありがとうございました。次に公益財団法人渋沢栄一記念財団渋沢資料館館長井上淳様にご祝辞を賜りたいと存じます。井上様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました渋沢栄一記念財団渋沢資料館の井上でございます。本日は旧古川庭園100年を迎えられたと、心よりお喜び申し上げたいと思います。また、このような晴れやかなお席に、お招きいただきましたと大変光栄に存じております。改めてお礼申し上げたいと思います。少し、話を変えさせていただきますけれども、この庭園の名前に関せられています古川、そして私どもの渋沢、まあ、この日本の近代化をリードした実業面で大きくリードしたリーダーの2人というふうに皆さんご案内の通りでございますが、日本のため世の中全体のために目を向けていたこの2人でありますけれども、その古川の祖古川一名とのつながりは渋沢は明治3年からということで長いお付き合いをさせていただいております。最初の近代化された銀行を設立するその窮地に立った時にも古川の援助によってそのピンチを脱したというようなところからの深いつながり、そして、その虎之助様のご成婚の際にはですね、売借人を務め渋沢栄一が売借人を務めるというようなこともありまして、家族ともどものこの付き合いを深めていったようなところがあります。その虎之助様、この明治6年にここにお住まいになられて10年ばかりお住まいになられたということ、そして渋沢も明治の34年から本邸として飛鳥山の方に住まいしておりました。この2人、先ほども申し上げました通り、広く世界世の中全体を見渡す人物ではありましたが、住まいするこの地域にもしっかりした眼差しを定めておったようなところがあります。世の中いい時ばかりではありません。例えば1923年関東大震災に見舞われた時、この地域の方々のために古川家においてはこの庭園をですね提供して、被災された2000名の方を収容されたという話を聞いております。また庭園にはさまざまな仮設の住宅を設けたというようなことで、まさに、公共的なその奉仕の精神を持って、地域に、貢献したというようなことがありました。渋沢も渋沢で、飛鳥山の屋敷を食料供給本部としまして、出身地埼玉から白米ほか、食料品を多く取り寄せ、また毛布なども何百枚というふうに、取り寄せた中で、地域住民のために貢献したというようなことがございます。また文化面におきましても、この古川庭園から飛鳥山に向かう途中に一律館というのがございます。自然を早く通さなければいけない、そういう運動にも尽力しました。将来に向けての発展を願うその思いと、またその時に道路の拡張から近世から残されています歴史的な遺構を撤去しなければいけないといった時にはですね、その受け継がれた文化をしっかり残さなければいけないということで、当時の滝野川町長をはじめ、渋沢古川両名がですね尽力しまして、それを残すというようなことで現在もしっかり受け継がれているようなところがあります。その横の七社神社に至りましては、その社務所そして鳥居の創建にも支援したというようなことで、地域の文化面にもしっかりこう目を向けていたようなところがございます。その2人の思い、強い精神をですね、私どももしっかり受け継いで、この街づくりにも貢献できていければなというふうにも思っております。この目の前の本郷通り、よく文化ストリートというふう
に称せられることがあります。この古川庭園、また先には陸源などもありまして、陸源そして古川庭園、私どもの飛鳥山公園の方にあります仏壇博物館等につながるストリートとして文化ストリートというふうに称せられてはおりますけれども、まだまだその文化施設が点在する、それをつなぐストリートとしてしか存在してないような気がいたします。本日この旧古川庭園が100周年を迎えて、数ヶ月かけてですね、記念事業を展開される中で、連携を図りまして、我々の意思がしっかり、つながった、共同の連携の事業が展開できるような、そのつながりあるグループ、太いパイプとしてのストリートとして今後目指していければなというふうに思っております。それはただ単にこの目の前の通りだけではなく、近隣の周辺のですね、様々な地域の文化施設とも連携を図りまして、ネットワーク、網の目のようなネットワークを図りましての、この北区のみならず周辺地域とともに発展につながっていくことを懸念している次第でございます。その一端を文化面、そしてこの地域で様々なお仕事に使っている方々とともにですね、盛り上げていくを私たちも尽力していきたいかなというふうに思っております。今日ご参集の皆様のますますのご繁栄、そしてご発展を記念するとともに、私どもこれから手を携えて文化面を通じてこの地域の盛り上げに貢献してまいりたいということを皆様とお約束しまして、お祝いの言葉に返させていただきたいと思います。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。最後に旧古川庭園内にある洋館と茶室、茶庭の管理をされている公益財団法人大谷美術館常務理事大谷美代子様よりご挨拶を賜りたいと存じます。大谷様、よろしくお願いいたします。オープニングフェスティバル、誠におめでとうございます。私は今ご紹介いただきました通り、この後ろに見えております洋館と、それから池の東側にございます茶室の運営管理を行っております公益財団法人大谷美術館のものでございます。本日は庭園の100周年でございますが、この洋館も庭園の完成の2年前に竣工しておりますので、100年を超えてこの場所にこのままの形で変わらず存在しているということになります。建築したのは鹿鳴館を建てたことでも知られるイギリス人のジョサイア・コンドルです。明治政府が欧米の先進技術や学問を取り入れるために招き入れた、いわゆるお雇い外国人で、25歳の若さで神戸大学校、現在の東京大学の建築学科の教師として活動を始めます。コンドルはその後長年日本に滞在し、日本文化に傾倒し、日本が大好きになっていきます。建築だけでなく、日本画、いけばな、そして日本庭園に関する書物も出版しており、コンドルの描いた日本画や着物を着て日本舞踊を踊る写真なども残されております。そして日本人の奥様をもらい、眠っておられるお墓は護国寺でございます。この古川邸はコンドルの最晩年の作品になります。コンドルの最後にたどり着いた境地とも言えます。この建物の特徴は洋風建築でありながら和風設計を取り入れ、非常にそれをうまく調和させている点です。例えば2階は和室や仏間がありますが、純粋な和室で洋風な部分は一切なく、扉も二重に襖とドアを設置しています。和洋折衷という言葉がありますが、そのように混ぜ合わせた部分はなく、互いに尊重し合った和と洋の調和です。大谷美術館といたしまして、この屋敷を公開し始めましたのは平成元年でございますが、それに先立ちまして東京都様と大きな修復工事を6年にわたり行いました。修復の際に一番気をつけたこと、それは京都大学に残されていた図面通りにオリジナルにとにかく忠実に修復するということです。使いやすいように改良したところはございません。例えば本日は実は貸し切りで結婚式が行われているのですが、間取りを変えて大勢のパーティーができるようにはしておりません。
50名様しか入れない特別な空間です。ドアノブですとか窓の金具など細部に至るまで当時のままを心がけました。この建物そのものが芸術品であるというコンセプトのもと、1時間のガイドツアーとして館内をご案内しております。異なる文化を学び愛し尊重する姿がコンドルの最晩年の作品、最後にたどり着いた境地である古川邸に表されていると思います。庭園も7代目上地による日本庭園と幾何学模様の洋風庭園が見事に調和しています。国際社会においてこの精神は非常に大切なことだと思っております。しっかりとこの姿を後世に伝え社会貢献できるよう努力してまいります。最後にこの庭園を愛するすべての皆様とともに、これからのさらなる100年が素晴らしい旧古川庭園であり続けますよう記念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。